みんみんあやみんばい、こんにちは、福山由美です。はい、今日はですね、またチャレンジの今回動画なんですけど、久しぶりにギャルメイクをやってみたいと思います。イエイ。結構最初の頃にギャルメイクをねやってみたんですよ、この動画で、 YouTube で。意外と好評 でまた違うギャルメイクも見たいっていう声も多かったので、なんか前回のギャルメイクが結構クール大人ギャルだったんですけど、今回はその逆でなんか白ギャル、甘ギャルみたいなちょっとふわふわした可愛い系のギャルメイクをやってみたいと思います。でも普段本当にギャルメイクはやらないので、まあちょっとあの写真とかをね参考にしながら今回もやってみたいと思います。それではメイクアップ。ディ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 、よし、じゃあ始めていきます。今もすっぴんの状態なので、下地というかベースから始めていきたいんですけど、白ギャル甘ギャルなので肌をねもうちょっとこう白くしたいと思います。なので私がまあなんかたまに使ってるルメントのトーンアップクリーム、ラベンダーを使いたいと思います。これなんか保湿クリームにも化粧下地とかなんかそういう感じで使えるので、すごく肌にいいんですよ。たまにねなんか本当にちょっとお出かけする時くらいはこれ使ってます。肌をトーンアップしてくる、これ白くしてくれるから。いやなんか本当前初めてそのギャルメイク動画アップした時に、なんかあやみこっちがいいよとか前もあったんで、まあ、なんか意外といけるのかなと思って、でまたチャレンジしたいなって思ってたんですよ。でもなんかあれが結構そのなんていうの、思ってたよりかも結構ナチュラルギャルになっちゃって、いつもよりか濃いって感じだったんで、また違ったガチガチゴリゴリのギャルとかやりたいね。はい、白くなりました。白いねこれ、私いつも使ってるクッションファンデより白い。多分もうこれかなり白いんで、多分クッションファンデより白いから、普通にいつも使ってるこういうあのパウダーだけをポンポンとここら辺にね塗っておきます。でもベースはとりあえずなんか白くなったのでいいかな。したらもう早速カラコンつけちゃおう。もうカラコンで結構変わるからね。フェアリーワンデーのフラワーブラウン、このやつ縁がちゃんとね黒くて茶色くてっていうやつ。あ、一応服もなんかアマギャルっぽい、ちょっと肩が開いてるような、ま、透けてるだけだけどいや本当はねもうちょっとなんかピンクのニットとかはめたかったんだけどなくて、一番家にある服でアマギャルに近いかなと思って着てみました。はい、こんな感じのカラコンつけました。かなりちゃんとしてます、瞳が。したら眉毛描くかな、ちょっと先に。でもアマギャルのこの眉毛ってあんま見たこと、前髪あるからかな、ちょっと後で前髪作るんですけど、まあ普通にちょっと細め、いつまでか細めかな。まあどうせ前髪で隠れるからここはちょっと適当にやっちゃおう、まあ、いつもの私が使ってる色で、ちょっといつもと違う形にちょっと上げて、ちょっとコンシーラーで眉毛のいらない部分を隠します。まあこんな感じでいいか。何やねん、よくわかんない。よし、まあ目元が大事だよ、目元とか色味が。ちょっとここからやっていきますよ。前ギャルメイクをした時に二重にしたんですよ。なんで今回もちょっとやろうかな。やっぱギャルといえばこうふっきり二重とか、そういう、まあ、目元がグイってなってるイメージがあるので、今回も再現するためにやっていこうと思います。え、前ってさいつ作ってた二重してやった方がやりやすいよね。で、ちょっとやろうかな。多分前これ動画で紹介してたガールズメイカーのアイメイクアップ、これね、スティックタイプのアイプチです。これをちょっと使っていきます。うわー、また久しぶり。これ苦戦したんだよね前回、なかなかうまく幅が分かんなくて。こんな感じのスティックです。普通に結構くっきりしてた方が可愛いよね、人形みたいな。ここね、ここ、OK、ここね。
すごい、でもめちゃくちゃ不自然なタイムです。めちゃめちゃくっついちゃった。でも海苔ってそういうもんだよ。あはは、手おかしくない、大丈夫。こういう二人はね、つけまとかでさ、隠れるからすごいよね。ギャルメイクすごいと思う。すごい、ずっとこの子なの。反対がまずいんだよね。やっぱ左右対称にできない。いや、やばくない、大丈夫これ。すごく強引に二重にしました。すみません。こっちだよね。ちょっと真剣にしますね。とりあえず同じ幅くらいにする。すごい、かなり深めの二重。できました。すごく、すごく、これだけ見るとめちゃくちゃ下手くそなあやつなんですけど、まあ、これをちょっとメイクでごまかします。よし、じゃあまずこの 3C のマルチアイカラーパレット、あのね、これを使います。あ、筆忘れた、筆、手で塗ります。なんか薄いピンクをベースに塗ります。あやつの上からって難しいね。みんなすごい、本当に。え、やだ、ずっとこのアイプチの状態でメイクしていくんだよね。恥ずかしいな、こんな下手なアイプチを。普通アイシャドウしてからやるんかな、人による。とりあえずなんかアイホールと目尻にのせる。皆さん気にしないでください、このヘタなアイプチは。ちょっとでもね、そこまでね、なんかピンクもしなくて。次、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ19番使うんですけど、ここのラメピンク上にのせます。そしてこの茶色と目尻側にのせます。え、難しい。もういい、今日はこれでいく。結構目尻下が黒いかも。ここが黒い、まあ、ギャルは黒いか。なんか垂れ目にしてるイメージがあるから、ここに黒を入れて、ちょっとさっきのこのね、一番なんか白ピンクっぽいやつをちょっと涙袋にのせてぷっくりさせます。ちょっとこうやって白っぽいものをのせるとめっちゃぷっくり見える。で、このいつものセザンヌ角二重アイライナーで涙袋をがっつりします。とりあえずがっつり描いて、垂れ目にしたい人はなんかここまでがっつり あの涙袋の線を描かず、真ん中とかちょっと黒目の終わりくらいまで引くと垂れ目に見えるみたいです。だから逆にちょっと、もともと垂れ目で、釣り目になりたい人は、なんか最後まで涙袋描くといいらしい。ほら、垂れ目にしたいので、ここら辺まで描きました。で、これは、エチュードハウスのティアーアイライナー。白のラメをのせます、涙袋に。あれ、でもこのままわかんないのか。ちょっと付け足しで、この真ん中。つきます。あんま分かんなかった。アイラインってさ、つけまつけた後につけちゃうの。まあ途中経過はおかしくても仕上がりが良ければいいので。はい、で次つけまつけちゃいます。つけまね、これ D アップのアイラッシュラッシュミー02。なんか目尻側が少しだけ濃い太いものだと垂れ目になるかなと思って、丸目、可愛い目になるかなと思って。お、いいんじゃない。ちょっと目尻側につけて少し垂れ下げました。あ、このつけもすごいいい感じじゃない。お、あ、え、すごくいいかも。どうですか、つけてるかつけてないか。あ、忘れてた、ビューラーするんだった。つけまつける前にこのつけまをビューラーしとけばよかった。黒の VRL ライナー、これでちょっと埋めます。
え、やばい、すごいまぶたが汚いんだけど、どうしよう。やばくない？やばい。どうしよう。綺麗じゃないよ。とりあえず下まつげ塗ります。いやどうでしょう。まだ一応目は終わったということで、ノーズシャドウとか入れていきます。ヘアメイクのマットフルシェーディングゼルに使います。なんかまあとりあえずこの鼻筋は結構ちゃんとしてるイメージ。まあギャルはここね。あら、行き過ぎた。ここら辺にこう入れとけ、入れとけ。してハイライト、クリオのクリオプリズムエアハイライター01番、いつも使っているやつ。これはね、もう鼻と、鼻、とりあえず鼻、もうキラキラ。鼻、口、あ、ここ？はい、チーク。これもキャンメイクパウダーチークス PW34。ピンクですね。かなりピンク。これを、まあでも、めちゃめちゃ、アマギャルチーク入れてるイメージがあって、なんかここら辺、ここの下ら辺に、こういう感じで入れてる気がします。なんかうさぎギャルみたいな、うさぎギャルみたいな感じ？え？そして、リップ。ランパールージュ01番。ニコルンさんです。どうですか？どうなんだろう。なんかさ、まぶたがさ綺麗じゃないんだよな。でも意外と髪色がさ、なんか前やった時は黒髪だったからあれだけど、今結構明るいからさ、すごい髪色もいい感じで、顔もギャルっぽくできたので、ちょっと前よりかは再現できてる気がします。結構ピンク系でまとめましたね。チークもたっぷり塗って、まあ、口はそんなに色はついてない感じの甘っぽく、でも服もちょっと合わせれたので、再現は高い気がします。はい、まあ、こんな感じで、アマギャルメイクをやってみました。はい。あ、でも今回もいい感じに多分再現できてるとは思います。まあなんか、もうちょっとうまくできたんだろうなっていうあれはあるんですけども、やっぱ意外とね、難しい。妹ギャルメイクというか、アイプチもね、しながらやるっていうのがすごい普段やらないので、そう、難しかったですね。また、ギャルメイク、チャレンジしたいと思います。でもすごい楽しいんですよね。いつもと違うメイクやるのって、なんか、やってる時も楽しいし、普段よりかもやっぱりメイク濃かったりするから、それがすごく、ギャルメイクは楽しいですね。つけまとかもつけないしさ、普段。はい、このギャルメイク動画もちょっと皆さんの声が気になるので、ぜひコメントで教えてください。はい、という感じで今回はアマギャル白ギャルメイクやってみました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。